どうもライパチボーイです。今日はですね、これに挑戦したいと思います。上達屋さんが出しているプログレスギアにやってみたいと思います。なんかこう裏見てもらうと穴開いてるんですけど、正しいホームで投げるとヒュッっていう音がするらしいです。やってみます。全然ならない。疲れる。ならない。ならねえ。いくらやっても無音です、これ。他のメンバーにも頼んでみます。はい、なんかいいフォームで投げたらヒュッて音がするらしいんですけど、僕5時間ぐらいやって1回もなんなかったです。5時間は嘘やろ。5時間は嘘です。何分やったの？20分。だいぶちゃうなお前。絶対なんないですよ。なるよ、これ手塚さんのやつやろ、これ。知ってるもん俺。いや、このギアは知らんけど、はい、あれやん、これの人やん。ひねりこれの人やん。はい、ほらほらな、ヒュッて言ってみよう。おかしいな。おかしないよこれ。あれ、こっちか。何が違うんですか、これ。知らんのか、この理論。はい、何理論。めっちゃ鍋やん、ほら。ぐらいになりますね。何に近いんですか、これ。ヒュッてなることによる。これ、なんか解説しようか。はい、投球ってさ、こうじゃなくて、手塚さんの理論やと、こうじゃなくて、こうなのよ。わかる？回転、回転ってやつ。そう。こう動くの。はい、これが一番腕が加速されるっていう理論やのよ。まあまあ本来無意識になることやねんけど、まあ、これがなると要するに体温計一番こうやるやん、はいはい、この切っ先を加速させたかったらこういう動きをしなさいっていう。でこれが できると多分音なんねん、これ。こういうふうにこうなると音なんねん、これ。でこれがこうやってまっすぐ行くよりもこの方が加速するっていう指先が一番っていう論理や。意識してみ、もっとちゃうもっと手首こう最初から内側入れといて、こうやってやってみて。これね、はいはいはい、これやばいやつ。なるやん、泣いてる、なるやんけ。これですか。おお、いいね。もう一回やってみる。めっちゃなるようになった。思いっきり振らん方がいいぞ。はい、左でやって左も、これやってみて。当たるやん。あ、お前、左ちゃうか。お前、今まで右やってやったよ。右であの方やったら左、お前、多分150出んで、お前。そっちか。上達や理論で言うと、お前左やろ。サイド投げて、サイド。お前、左のサイドや、お前。対決や。よかった。だから来週から左サイドのピッチャーとして。次から左投げになります。はい。